はい皆さんマイドマイドー。キュービーハウスは値上げで話題になっていますがどうなるんでしょうか。まあ値上げするんじゃないの。まあ、お客様がねどうこう言おうがねあの値上げするときはもう値上げするんだから構わないわけだよね。なあ値下げするのなんかまあ別にお客さん文句言わないよね値下げしてあの手抜きするんじゃないかってそんな文句言わないよねみんなね。値上げなんかが好きに値上げすればいいんだよ個人の自由だよ。 あの便乗値上げとかなんとかって言うけど、うんなな関係ないよね強気に値上げをしていけるといいですねでもう強気で値上げしていけばいいんだよねお客さんがどうこう言ったってかまくっちゃないんだよねそんな知らないでねあのサラリーマンの方が値上げして文句言うんだったら自分たちだって値上げしてるわけだから結局会社のねあのなんか物を売ってるわけだから会社勤めの人だったら。 どんな仕事してるかわかんないけどまあ、微妙に値上げしてね自分たちは値上げして人の商売値上げするの文句言ってのはこれおかしいよねで年金生活者がね年金出てるけど結構年金もらってっかんね <laughs> よし両方の年金もらってっかんねあのキュービーハウスね行ったこともないし見たこともないし値段いくらだかもちょっと調べてないからわかんないけど どうせ働いてる人は激務でしょまあ安売りでやってりゃ次から次ね座って切るなんか10年入るよじゃねえけどね <laughs> 今まあおっさんねさっきのカットね今のこの連発でカット、まあ、隣のお客さんも入ってきてる3人ね景気い朝からねこれお得意様だから全員ねサラサラっと、まあ、15分か20分ぐらいで切ってっけどあ初めてのお客さんが来たらそうはいかないかんね簡単にね。 でね、1時間でね。まあ、3人ぐらいがいいとこだよね。4人になると結構きついよね。で、5人1時間で5人切れっつったらもう勝ったとしては、もうお客さんのあの聞いてらんないよね。ただ切って終わりだよね。だけどね。やっぱり美容業床屋さんもそうだけど、優雅に働かなきゃいい。仕事はできないよね。朝からずっと働いてさ。もう夕方になると体力尽きてるよね。 うん、あと昼下がり危険だよねもう疲れてね意識飛んでるっていうのなんかぼーっとしてねそんなそういう中でぼーっと切ってるんだけどあんまり朝から働いて夜7時8時まで働くんだったらそれこそ時時から3時までお客様っていうのはねまあいろんな思惑を持ってくるけどね。 朝からダラ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 してさ買ったりいいから動かねえでさで昼飯食って昼寝してねで夕方になって元気が出た頃モチベーション上がってね美容室来てね「カッターってロングバッサリ切ってくれみたいにねまあ言ってくれるのは嬉しいけどねもう美容師の方はモチベーション下がってるからねもう疲れてるからね。<laughs> ねやっぱりいつでもね元気に働こうと思ったら体力を温存するだ体力を温存しながら働こうと思ったら低料金ってのは無理だよね。 低料金で働くっつったら23時間働いたら本当に23時間休まないと <laughs> うん若いったらどうかな23時間働いたら働いた分の半分3時間働いたら1時間半ぐらいよく休憩昼寝、2時間働いたら1時間ぐらいそれこそ休まないといい仕事って無理じゃないのそれをさアホな経営者はさ働け働け低単価でカットできて嬉しいだろうぐらいに言ってさでいい仕事しろったって無理だよね。 朝だだけよ。朝1時間ぐらいじゃない,い,い仕事できんの。<laughs> 一律カット料金というシステムはデザインの希望や毛量の差で割に合わない時がありますで、普通に合わないよあ時があるじゃなくて普通にねもうこれはもう間違えてるよね一律料金っていうのはねやはり時価で美容師のうーんまあ加減でねさじ加減で料金を請求できるようになったらいいなと思っています。 ここで問題なのはねやっぱり若い美容師さんは基本的に仕事が遅いからねだけど今の美容業床屋、まあ、さんもそうだけどまあ一人のお客さんが来たら丸投げするんでしょう若い人できようができまいがそういうものの考えもおかしいよねまず結果を出しながら若い人を育てていこうと思ったらやっぱり若い人にまあ長さ切らすだけねワンレングス来たらとにかく長さ切ってすくんだったら軽く吸いといてって最後まですかせないっていうの そこまでさっさっと終わらせちゃうっていうのを事務的にであとはベテランの先生が細かくね直してあの似合うような葛を作っていくっていうのかね、まあ、そういうシステムだったらねばらつきがないっていうの仕上がりにね少なくなるよね失敗も減るしねでやっぱり美容業ってね手の遅い先生手の速い先生っているからね 同じさワンレングス切るったっていつまでワンレングス切ってんのみたいにねじゃあそういう方はじゃあ値段高くなるのかってそれもおかしいよね下手な人ほど時間かかるわけだからね <laughs> でそれがやっぱり料金高くなってベテラン先生の方が料金安くなるっていうのこれもだから変な話になってくるからねまあこういう問題はね、まあ、美容師みんなが一丸となってね料金に関してストラ,ストライキじゃないけどね うん、みんんななで声を上げるべきなんだよね、まあ、特にね会社組織になって美容師さんとかね床、まあ、屋さんね技術者の数が多いね店舗ねそういうとこでみんなでね言ってまあ経営者の考えを変えるしかないよねおかしいとまず若い美容師さんとベテラン先生の値段を変えるねこれはよくある話だよねでやっぱり若い先生を安くベテラン先生の値段を高くねであとやっぱり 若いいい先生はは手がが遅いのはもううこれしょうがないよねで。ベテラン先生に関してはもうスタイルチェンジだの何だのっつうのはもうやっっっぱり割増しは平気で取っていくっつうの。あと若い先生なんか手が遅いのをどうするかだよね手が遅いからって割り増しは取れないよね大したこ仕事できなくて手が遅いだけだからやっぱり10分だからカットね15分でまだもちゃもちゃなんか打ち合わせしてるようだったらもうそこでもうベテラン先生と変わってね やっぱ15分で終わんない時っていうのはなんかモデルチェンジスタイルチェンジとかなんかあるんだと思うよね。まあそういう状況を見てね大、まあ、先生が変わってうんで若い先生にはもう次のお客さん入らしちゃうっつうのだからねもうスタイルチェンジとかお時間のかかる方こういう方をねまず歓迎することだよね。割増しになりますが歓迎してますと。 若い先生が当たった時どうしても時間かかりすぎるじゃないやっぱ15分ぐらいせいぜい15分だねせいぜい20分だねでもってもう話が進んでいないようだったらもうベテラン先生が代わって後半やっつけちゃうつうのそういうシステムにしてやっぱねスタイルチェンジとかお時間をかけて切ってもらいたい方ねいるからねそういう方はまあ歓迎して最初から割増料金で書いときゃいいんだよねだからそういうのをうまくまとめるのが経営者の あの仕事なんだよねでそういうのができないと経営者として失格だよねあと子どものカットね10歳以下ぐらいにしとくかね大人と一緒うん <laughs> ねこれもね現場を知らない経営者はね子どものカット安くやるなんて安直に言うけどふざけんじゃねえってねその考えがいまだに蔓延してんだよねワカメちゃんカットみたいにさ適当に切っときゃいいってんだったらいいよそうじゃないかね今ね あととバリカンで坊主だけとかねそういいいううんだったらいいよねそうじゃないから今ね。であと動く子ねもう大人より面倒くさい。まあ現場を知らない経営者ねそういうのがそういう方がね値段決めるからおかしなことになっちゃうんだよ美容業 <laughs>、ね。現場ちょっとしか知らない人がね、うん、安直に言うんだよね、まあ、働いてるとね。 何っつったらやっぱり最後は給料だけだからねで給料たくさん欲しかったら売り上げ上げるしかないんだよねで売り上げ上げるのをねただ数っこなしじゃ体力に限界があるからやっぱりね値,段値上げするしかないんだよねで値上げの仕方をまあ考えて、うん、まあ若い美容師さん中堅クラスの美容師さんがね一丸となって本当に動かないと変わんないよ何も。うん <laughs> おっさんが声を上げたっておっさんの人数なんか少ないわけだからね、やっぱ中堅クラスの美容師さんっていうのはいっぱいいるわけだからね、そういうたくさんの美容師さん、柱になってる方がね、声を上げてね、値段をね、どんどん値上げしていくようにね、めんどくさいお客さんはどんどん値上げする、めんどくさいお客さん来なくていいっていうそ、そういうのもあり,ありだよね。はい、お疲れ様でした。